撮りました。ゆばのこうすけでーす。鈴木のけんちゃんです。今日はコラボってことで、はい、なんと、夢の、ね、はい、共演、よろしくお願いします。ありがとうございます。あの、けんじ君のくっさい話をしてるっていうのを、はい、くらってみようかなと思って。はいはいはい。はい、ちょっと、本当にくさいのかどうか。いきなりくらっちゃうんですけど、今日初めてお会いするんですよね。初めてお会いします。はい、いきなりくらっちゃうんですよ、さん。はい、行きます。さあ始まりました、鈴研 TV のお時間でございます。はい、はい、取れてない。あ、はい、さあ始まりました、鈴研 TV のお時間です。あらイケメンなら、ケイジ君イケメンですよ、結構あの皆さん。お、本当にそういう風に言ってくださってます、鈴木さん。はい、鈴木さん行きます。はい、さあ始まりました、鈴研 TV のお時間でございます。今日は入れ歯のコウスケさんと初めてお会いしました。入れ歯のコウスケさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。初コラボですね。はい、はい、初コラボ、初コラボ、なんかあの初コラボとは思えないぐらいなんか親しいような感じしますけどね。マブダチです、はい、なんかいいっすね、同じ髪色でなんか体格も同じぐらいなんで、はい、英語さん色ですよね。はい、そうです。あー、はい、同じ色ですね。はい、はい、まあ、ということで今日ははい、初コラボということで、コウスケさんいきなり花すらを食らうと。花すら、はい、ね、皆さんね、あのね、臭い臭いって言ったけど、はいはい、ラクシーさんも実はいるんですよ。あー、ラクシーさんもじゃあ流れでパチンパチンやりたいですから、ね、はいはい、あ、ありますよ、クラッカーやりましょう。あります、あります、ありましたね、はい、花すらだとね、僕たちがクラッカーやったから、はいはいはい、盛り上げないとね、はい、いやちょっとね、10秒緊張はしますよ、はい、そうですよね。じいさんの前回のテロリンと行くらしいんで、はい、ただね、僕ちょっと一個だけ思ったことあるんですよ、はい、反応が鈍かった、はい、あー、はいはいはい、ちょっと本当かなっていう、なるほど、求め、ね、られてるので、はいはい、なるほどなるほど、こう鼻くらって、はい、10秒以上耐えればいい、そうですね、したら勝ちでございます。また、はい、ありがとうございます。鈴木さん、じゃあ鼻すらくらうにあたってやっぱあれ、口の中をね、ちなみに鈴木リアルに昨日歯磨きしておりません。さっきあの臭かったあんまり言えないですけど、僕運転してて隣に行った時に最初やっぱ胃がちょっと悪いのかなっていうのは、あれが大きくしちゃってるように、ちょっとあのマスク越しでも、マスク越しマスク越しでも臭いんですよ、なんか車の中が臭くなってっちゃう、胃がちょっと悪いのかな、車の中が臭くなってっちゃう。でもそう言うてもね、はい、そこまでかって、あーおー、ね、これは鈴木さんもね、言われた以上は舐められねえぐらいの臭さを、はい、ありがとうございます。いや、こうちゃんかっこいい、本当にかっこいい、参ったって言わせるんですよね、今日はベビーチーズ、はい、今2つ食べて、はい、残りの缶コーヒーとベビーチーズを、うわー臭そう、罰ゲームじゃんこれ昨日歯磨きしてないからの缶コーヒーとチーズという臭い組み合わせ、はい、ね、はい、ちょっと移動しましょうか。いやー臭そうなで、今回はまだ半信半疑なんですよね。あ、僕はでも本当に信じてないですよ、はいはい、あー臭くないだろうと、前回のジンさんちょっと大げさじゃない、あー演技してんじゃねえかと、はい、はい、じゃあ一回下って、ってね、所詮は小丸会長と、はい、ね、豊ちゃんの路上、はい、あのスパーリングに続く、はいはいはい、強烈な、はい、路上話せないよ、みんな豊ちゃんとか、ラジオのスパーリング思い出すな、昨日歯磨き、レッツゴー、イエー、そうだな、もうこれ今から何が始まるんだろう、昨日リアルに歯磨きしないですからね、これ現場行くのにあたっても朝起きずして、うがいもせずに行きましたから、ね、歯磨きしようね、ついでもくせえのに、これはちょっとね、ケンちゃん、うわうわ強いな、どうする、鼻すらの時鼻にチーズついてた、こうしようね、もうベロと歯茎とか歯とか喧嘩するチーズついてたらどうしますこれ食らうの、コウスケすごいな、僕も食らったことあるんですよ、余裕でしょ、こんなのケンジ君のね、かわいい赤ちゃんみたいな、はい、あ、僕ありますよ、1回だけ、赤ちゃんみたいな、缶コーヒーを生き延びていきます、はい、かわいい、ケンジ君下に多分下ついてますよ、そのコーヒーの成分が、うわ歯磨きもしてないからな、これ歯磨きもしてないよ、はい、マジでこれ、しし本当ですか、ちょっと軽く予習で、じゃあコウスケさんにちょっと講習間近でやってみましょうか、予習で、いやいやいや、はい、予習で、はい、鍵、まず家具の、はい、一回ちょっと至近距離で、俺、え、もっと思い切っていこうよ、もっと腹から、腹からコーヒーの匂いしかしなかった、チーズとコーヒーの方がいい匂いになっちゃったの
一瞬ドブの匂いがしました。一瞬ドブの匂いが。これはガチのリアクションですね。今一回目はこらえてましたね。こらえてました。ああ、もう抑えてたんですね。抑えてたね。本気で来いよ。じゃあ本気で一回じゃあ行きましょう。鈴木さん。ちなみにちょっと一回いいしてもらっていいですかね。いいしてください。ひどいだなこれ。はい、はい、ちょっと今やばいの映りました。仕事やる。多分チーズだと思いますね。リアルすぎる。チーズついてる。チーズついてる。口の中はねちょっとシークレットということでね。シークレットだね。ちょっとね NG になっちゃうから。秘密の肌の感じなんですけども。じゃあ指入れますか。指入れましょう。はい。じゃあ、はい、じゃあ本当に臭いのかどうか。せっかくなんでね。はい。ちょっといつも通りちょっとマスクちゃんと下げて。はい。で、口を大きく開けて、指2本。はい。じゃあ、いきます。もう、で、つけた瞬間も、歯茎も歯も全部、今のところでいきましょう。歯茎ですね、やっぱり歯茎。はい。指2本です。ベロ、ベロ。でも、スラッシュです、スラッシュ。ベロ。はい。じゃあ、いきます。はい。いやぁなんだこれいやぁこの、この顔です。間近で。やめて、先生これ、見て。歯がなんかグーニーズになってるよ。ベロいってますベロ。グーニーズだこれ。また俺見てるだけでやばい。歯茎も出た歯茎。なんでみんな鼻かぐってる。臭いんですよ本当に。臭いんです。ちょっと長くね。行きましょう。はい、したら乾いちゃったら。何秒ですか。10秒間行きましょう。10秒。はい。スースーする鼻呼吸で鼻呼吸です、はい、何回もこう鈴木さん乾かないうちにじゃあ行きましょうか。もうがっつりピストン一応僕らのルールとしては、はい、唇につかないようにしてこうやってやってるんですよ。ガスリつけろ当たっちゃうんですよ、よだれが、はい、よだれあんまり立てられないここで、はい、その辺に、はい、ゴシゴシね鈴木さん乾く前に行きましょうか。鈴木ゴシゴシね鼻先生すりつけるすりつける。いやカモカモゴシゴシだよゴシ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 やんないと続きゴシゴシ。あー伸びちゃった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 知ったぞ。ああ知ってた。勝者鈴木健二勝ちましたね鈴木さん。はい、ちょっと余裕ぶっこいてますけど途中でも終えっておっていきましたクラッカー。はい、はい、もう一発きました。それが勝利のクラッカーです。もういっす。はい、ウィナー鈴木でございます。いや立派だな、はい、あんだけ余裕切ってね、はい、タンカ切って、はい、んな余裕だ舐めてやるっつって舐めてましたけども、はい、最終的にもう、はい、駆け込んで走って逃げました。はい、はい、ということで鈴木さんの勝ちでございます。はい、じゃあ歓喜の舞をお願いします。さあ最後にやったんで、じゃあ、いつものやったをやります。はい、鈴木さん遅いな。やった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 やなめて舐めて匂い取ろうと思ったら、はい、舐めてましたね。舐めて匂い取ろうと。これは正直これ今回は敗北です。敗北ですか。ケンジ君は、はい、やばい。いや勝てる人いない。全国からね皆さんね、チャレンジャー面白いですねこれ。全国から面白い。はい。じゃチャレンジャーの本当に面白いですこれ。本当に胃が悪いよ。いでも舐めただけすごいですよ。すごいすごい。すごかった。やってましたよ。舐めただけすごいよね。舐めただけすごいです本当に。いやもう本当に。本当に冗談抜きにやばい。やばいっすよ ね, やばいね。夢に出るぐらい。一応20代ですからね、まだ金は。20代、もう本当に。胃の洗浄しよう。胃の洗浄。ね、浄はい。これちょっとやばいわ、まあ。ということで、鈴木さんの勝ちでございました。はい。はい、鈴木さんの勝ちです。はい。はい
とうございます。負けました。はい、ありがとうございました。じゃあ最後あのね、はい、2人ともやったら締めましょうか。はい、せっかくなんで。よろしくお願いします。はい、いきます。はい、やったーやったーやったーやった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